マウロタソッティはイタリア・ローマ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。AC ・ミランの黄金期を支えた一人であり、1988年のソウルオリンピックではイタリア代表首相を務めた。W 杯には1994年米国大会に出場した。地元のクラブチーム SS ラツィオのユースアカデミーでキャリアをスタートさせ、1978から79。 シーズン、11月5日のアスコリカル初戦にて、セリエ A デビューを果たした。1980から81シーズン、AC ミランに移籍、ラツヨ時代にはやや荒いプレイをすることが多かったが、移籍後は、成長を遂げ、アルタフィーに監督からも称賛されるプレーを見せるようになった。ここでは長年にわたりレギュラーとして、確実なプレーを見せ、フランコ・バレージ、アレッサンドロ・コスタクルタ、 パオロ・マルディーニらと共に、鉄壁の DF ラインを築き、ミランの黄金期を支えた。ミランでの通算出場数は583試合で、これは、マルディーニ、バレージ、ジャンニ・リベラに次ぐ歴代4位の記録である。1988から89シーズン、チャンピオンズカップ決勝、FC ステアウアブカレスト戦ではオーバーラップから強烈なシュートを放ち、これを相手 GK が引き、 ルートフリットがこぼれ球を詰めて、決勝ゴールが生まれ、さらにクロスで、フリットの2点目のゴールをアシストするなど、優勝に大きな役割を果たした。1993から94シーズン、チャンピオンズリーグ決勝、FC、バルセロナ戦では、バレージ、コスタクルタの出場停止という問題を抱え、バルセロナ優位という下馬評の中、キャプテンとして出場しロマーアリオヤストイチコフを抑え、 優勝に貢献した。1988年のソウルオリンピック代表の経験はあったが、フル代表デビューは1992年10月14日のスイス戦32歳と遅咲きだった。1994年ワールドカップアメリカ大会では、グループリーグ初戦のアイルランド戦で先発出場、準々決勝のスペイン戦でも先発出場し、好プレーを見せていたが、 ルイス・エンリケに肘打ちをして、尾骨骨折させ、発射へ出場停止という処分を受けた。その後は高齢であったこともあり、代表に呼ばれることはなかった。引退後は、ミランに残り、ユースでの指導を経て、2001年からアシスタントコーチに就任。2014年1月13日、マッシュミリアーノ・アレグリ監督会議を受けて、暫定監督に就任。その後、 クラレンス・セイドルフが監督となり、アシスタントコーチに戻り、セイドルフの後任のフィリッポ・インザーギーの下でも、留任した。2015年に、死に者ミハイロビチが監督に就任すると、スーパーバイザーに移動。2016年7月に、現役時代から37年間務めた、AC ミランを退団、旧知のアンドリー・シェフチェンコの要請を受け、ウクライナ代表のアシスタントコーチ就任が、 発表された。ありがとうございます。